やっぱ宮迫さんはやっぱプレイヤーとしてもう超天才ですよ、はい、もうストライカーですよ間違いなく、はい、ありがとうございます。気持ちよさそうですね、なんか、はい、褒められるのやぶさかでもでもやっぱりこれタレントと経営者でこれ何が大きく違うかっていうと、タレントって損切りしなくていいんですよ。そこなんです、そこなんですよ。あのテレビ局に関しては損切りするの変、あの編成の人なんで、はい、タレントはもうとにかく今与えられた状況でもうとにかくマックス100点を出すぞっていうことをずっとやっていたら、視聴率が勝手に落ちた時にもう編成が打ち切ってくれるんで、はいはいはい、だからあまり深みに行くことはないんだよ。だから超優秀なタレントさんでも日本トップのタレントさんでも、うんうん、損切りの能力ないんですよ。そうなんです、そうなんですよ、そこなんですよ。そこは、はい、あの中田のあっちゃんにも言われた言われました、はい、あのこれプライベートの電話でいや本気のやつじゃないですか。プライベートちょっと長々といろいろ喋ってたんで、はいはい、あの確かにその同じような話は出ましたこれくれぐれも僕言ってるのは、はい、もうこれからの話ですよ、はい、もうここまでのことは僕は別に何も言う権利もありませんから、これからの話ですね、はい、これからも変わりますちゃんとブレーキつけてくださいよもちろんです心配なんだよこっちは、はい、たまにあのいろんなのを見てるんで、死ね、生きるだし、消えろ、おるだしお前なんて応援してるやつ一人もおらん、おるそういう方がおる限り僕は前に進んでいきます。皆さん今後ともよろしくお願いします。頑張ります。